丸書きがいいの、もうクラスですぐ騒いだりとか。おひろし、ポマードの香りがするんですよ。あんたこそ、あんたこそ、あんたこそ顔じゃねえ。やべえよ、マジで。いや、早いんだよ、戻りが早いんだよ。全般的なお笑いファンじゃ。どんだけカメラね、これ。気づいてた。どうぞ。どうも。久しぶりか。どうも。あ、すごいたくさんいる。いや、俺、村上も池田も別の意味ですごい好きなんだよね。別の意味、うん、気になるな。いや、池田はもう単純にイカれてんですよ。いやいやいや、そんなことないですよ。そのバラエティで池田が爪痕の残し方が俺は好きっていうね。嬉しい。聞いた？いや、聞いてたよ。気持ち悪いな。キングオブコントがまだ芸人さんがこっちに座って審査員やってた頃があるんですよ、はい、あれって突然振られるし、あれ笑い取るのすごく難しいんですね。でもやっぱこう手だれの芸人はそこでバンって笑い取るんですよ、うん、決勝に行かないのに池田にその今日キングオブコントだねって言ったら、今から爪痕残してきますから審査員さんとかって言ってるから、いや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 、お前今日だって決勝残ってないじゃんって言って。いや、そうですね、そうですね。そしたら、はい、客席もキングオブコントですから言って出てる。そりゃそうっす、はい、な、常に戦いですから、はい、それで審査の時に池田にこうついに振られたんだよね。とりあえずお疲れ様でしたみたいなこと。まずは出場者の皆様お疲れ様でした。それはラバーガールの時です。うん、これがね、はい、ドカンだったね。いや、あれは嬉しかった。あと、インパルスさんですね、うん、あ、そうだ、インパルスさんの時にどうしずるって言われた時に強烈な一撃でした。そうその2つ言いますけど、俺からしたら当然の結果なんですよ、あんなの受けるのは。え、かっこいい。なんでかっていうと、俺はコメントを1年考えてるから。いや、本当考えてる。負けるじゃん、負けた前提で1年考えてるじゃん。出るの。いや、当たり前ですよ。一朝一夕でやってるやつに負けるはずがない。なぜなら1年絞り出してますから。いや、コントで出ろよ。あとは俺、あの結婚したじゃん、はい、あの結婚の発表をファミマの店内のやつで、ファミマの店内放送で発表したんですよ。皆さん知らないですよね。知りませんよね。いや、要はあのファミマで流れてるやつあるじゃないですか、よく何々が曲を出しましたとか、はい、僕らの新曲聴いてくださいとか芸人がよくやってるんですよ。それのファミマの店内放送でしずるの池田が結婚しましたって言って、自分で、はい、トークで、そうす。で、あまりにもそれが全くネットでも記事に一つもなかったんですよ。で、ギリギリもう最後の月曜日の午前中に吉本が慌てて、あのもうこういうことになりましたっていうのをプレスで出して、で、ネットニュースのタイトルがしずる池田結婚していたじゃなくて、結婚発表していたらなんか発表したことさ、みんなのすぐそばにあったよって。だから本当に、でもあの村上にも言ってなかったんですよ、そのファミリーマートの仕事の時に。で、突然言ったんですよ。そう。でも村上は、いや俺こんなこと言っていいか分かんないけど、ここで発表するもんじゃねえだろって言ったんですよ、うん、俺は別にそうは思わなかったんですよね。いや、ファミリーマート全国にあるからって言ったら、つつうらうら。だってあのその時そのなんかラジオブースみたいなの撮ってるんですけど、その奥にファミマの関係者の人いるんですよ、うん、ファミマの社員さんが。だ、俺も気まずくなりながらも言ったんですけど、その人も言ってましたもん、僕もここじゃないと思いますね。いや、申し訳ないね、そんな言わせて。本当に申し訳ない。そういう池田が好きなんですよ。ありがとうございます。村上は別の意味です。なんなんすか。そうなんすか。俺あんま聞いたこと。やっぱツイッターがちょっとこうやっぱ芸人なのにカッコつけちゃう時あるんですよね。特にライブとかやってると、そのライブに命かけてますからみたいなこと言ったらやっぱカッコ悪いじゃないですか。だからそのライブに対する思いはあるけど、やっぱそういうことは言わないようにしようって気をつけてるわけじゃん。わかります。村上くんはね、もう入っちゃってるから、明日やる空間のことを思い浮かべながら。明日空間。こいつルミネ座吉本のこと空間って。えだって空間じゃないですか。もうツイッター見て空間って呼んでる。え、空間ですもん。あとこの間のライブの瀬戸利を発表しますって言って、マクマの曲でしょ。そうです。それを瀬戸利発表しますって言って発表してんの、こいつ。なん
でお前がやんだよ。村上は誰とほぼ一緒なんですか。誰かとほぼ一緒みたいなこと言ってますよね。あ、誰とほぼ一緒なんでしたっけ。ほぼですよね、うん、ほぼ星野源と一緒です。これマジで言ってんすよ、酒飲んだ時に、はい、ちょっとあることに気づいたんだけど、はい、俺って星野源とほぼ一緒なんだよって言い出すんですよ村上、酔ったらね。これ問題ですよね。まず同い年なんですよ。いっぱいいるよね。いっぱいいるもん ね、はい、で星野源さん、うん、AB 型なんですよ。まあ AB 型もいっぱいいるよね。AB 型今のところ同い年で血液型が一緒って言って AB 僕 AB なんです、うん、星野源さん1月生まれなんです、うん、で僕も1月生まれなんです。しかもこれは星野源じゃん。違うだろ。いやいや、まだ決定でない。誕生日一緒なら分かりますよ。1月ガツで一緒っていう。いやでも村上純星野源漢字二文字漢字一文字なんです。いやそれもね、それもさ、これもうほぼ星野源と言っていいでしょう。違うよ。え、今村上純って村上純です。あれどっち、あもうややこしい、もう分かんないですわ。星野源ですよ。なんでそっちに乗っかってんの。それ俺が自分のことブラッド・ピットって言ってんのと一緒だ。そう言ってんのか。もちろんブラッド・ピットに似てるとかってそういうことじゃないんですよ、ね、大きな括りの村、ね、俺はブラッド・ピットと同じ村に属する顔というか、そのだから結局後世というか、そこにはその朝青龍もいるし、朝青龍も一緒。朝青龍一緒ですか。朝青龍も俺ちょっと似てるからね。朝青龍もいるし、品川さんと村上同じ村っすか。そうそうそう、同じ村です。それでも地球じゃないですか。あとただ1個ですよ。1個ですよ。だからもう向こうブラッド・ピットその村のトップよ。はいはいはい、俺はもうずっと下の方だけど同じ村なの。わーい。タモリさんにも言われたことあるんです。お前はジャガイモとブラッド・ピット似てるからジャガット・ピットだって言われたことある。ジャガット・ピット。村上あの久本さんの久本さんの妹さん。品川さんが一番最初に言ってくれた、すごかった、見つけた久本さんの妹さんと同じ村なのお前は。はい、でも一生懸命チケット売ったりとかライブの宣伝してるよ、ね、いつも。それは助かってます。それはお前さ、ちょっと村上のことちょっとバカにしてるところあるもんな。何ですか。一回本社で、いや村上がずっと一生懸命手売りしてるんですよ、千鶴のねコントライブがこう売れないからって言って、はいはいはい、毎日毎日手売りしてるから、俺は池田に会った時に本社で村上偉いなって、毎日毎日めちゃくちゃ手売りしてんじゃんっつったら、はい、あいつ手売りで声枯れてんすよ、本末転倒じゃないですか。これはやばい、これはやばい、これはやばいよ。手売りで声が枯れるってどんな売り方してんすかね。やばいよ。違う違う、言ってたよね。でも俺が言ってたじゃん。いやだからそれ違うんじゃないですか。俺よく猿とかに似てるって言われるから、だいたい人間似てるんですよ。だから俺じゃないです、多分。俺さ、キングオブコント直後で、俺はもう1本目めちゃくちゃ面白かったなっつって、でお前なんで2本目あんなネタにすんだよって、もうなんで1本目あのまま行ったら絶対さ、ちょっと受ければ優勝できたじゃんみたいな話したら、もう池田がやめましょう、1本目とか2本目とかじゃないですから、2本を合わせてしずるですからとかって言って、なんかやけにその話嫌がってて、で村上に同じ感じで、いや1本目面白かったけど2本目なって言ったら、あれ1本目俺で2本目池田なんですよ。知らなかったから本当に。ああダメっすよ、あのびっくりするだけのネタ。完全分業制なんでしょ。完全ですね。だから完全に一人が一本書くんでしょ。そうです、そうです。二人で一本を作るとかでもないんだもんね。はい、でもう渡された台本、渡した台本をお互いが覚えて、だからそんなの知らないからさ、はいはい、ですね、結構その時ね、予選の時めっちゃ揉めたんですよ、うん、でその一本目のやつを最終的に準決でやるって決めたんです、うん、でも池田はそれじゃなくてその二本目の方をやりたかったんです、うんうん、はい、まあ俺のネタなんで、うん、そう、はい、びっくり先生ね、びっくり先生をやった、はい、で2本目能力者ってやつね、びっくり先生で、この1本目の能力者で準決行くって言った時に、池田の中ではもう無理だと思ったんですって、やる前に。なんで。僕は単純にびっくり先生っていうの方が面白いと思ってたんで、うん、能力者で行けるわけないじゃんと思ったんっていう、もうでもマインドだったんです。で村上がそうやってすごい押すんで、俺はじゃあいいよ、それでいいよ、能力者でいいよって言ったんですけど、内心は
じゃあてめえ全部責任取れよって思ってる。俺はてめえのネタ確実にやってやるから一語一句間違えずに、そん時にもし滑ったらてめえで責任取れっていう。だから僕全然緊張しなかったです、うん、純潔やる前。村上のせいだと思ってる。はい、そうです。で最初あの能力者のネタがこう2人ともすれ違ってカッて止まるんです、はい、止まって僕が耳元で、うん、分かってるよ君も能力者なんだろ、うん、って言って歩き出す、はい、その時に俺はウケないと思ってるんです、うん、でパッて俺がセリフ言った時にバーンって受けた。受けた。面白かったもん。純潔で恐ろしく受けた、うん、その時に受けんのやっべミスれねえと思って途中から緊張したんですよ。途中からやっべえと思って、それで2本目はでもどうしてもびっくり先生、びっくり先生なんてもうやるべきじゃなかったもうつかみから滑ってたもんね。それに一番びっくりしてた。いやだから多分1回ぐらい多いっすよ。全然関係ないと音鳴ってないところでやってます。ウケねえやっちゃってあれ確かに台本にないとこでびっくりして、いやでもあれそうだ、いやあれマジで地獄だって。地獄でした、地獄でした。もう本当にだってこれしかないのに最初のこれがウケなかったらウケるわけないそうです。でも練習はめちゃくちゃしてるんで、もう体は覚えてる。でも脳では別のことを考えられるんですよ。でやってる時にあと十何回あんのかみたいなもうそれがたまんない。多分顔出てると思う。俺全然面白い話でもなんでもないけど M1 の決勝の時に庄司が最初に噛んだの、はあはあ、ほんでああ噛んだと思って終わったと思ったらもう耳鳴りして、そっから笑い声聞こえてこない。えあマジっすか、うん、だからもうただ何にも無音の中訓練した通り動いてたマシーンだったね、うん、だから俺は無音の中でネタをやってたのね。であの時ね今田さんがこの MC 台の下で俺らがネタ終わった後に俺にこうやってグーってやってくれたの。よかったぞって、だから何言ってんの何キーフ何キーフなんだ、うん、グーじゃねえよいじってんのかっていじってんなこいつみたいないやでもそれは言ってくれたいやそれありがたかったんだけど、その時は何がグーなのってマジで思う。それ怖いや僕は未だにびっくり先生見てもしっかり映像でも滑ってる残ってました。何回見ても滑ってんだ、はい、ずっとキーンってなってますそれ見てまたこうまたこう奥さんどうしたのっつって滑ってるの見てんだよ